はい。ということで、では、本日は堀さんが選ばれましたんでね、白鳥さんとなんと1%差ということでね、はい、めちゃくちゃ接戦だったんですけど、堀さんがね、選ばれたんで、37%と36%のね、1%差で。はい、じゃあやっていきましょうかね。はい。トーン1曲親で、ドラが3層。まあ、両面2つとペンチャン1個か。はい、まあ、とりあえず普通に行けばいいかな。ありがとうございます。はい、じゃあ行きますか。はい、郁美さんいらっしゃい。はい、まあ、南平と切ってて、とりあえずはまあ、ドラ1枚あるしね。厄介重なって、赤引いたりドラ引けばすぐごっぱになるんで、とりあえずはまあ、地合い切ってて、形がどうなるかって感じだね。はい、じゃあ行きます。はい、南平切っていく。はい、いいね。はい。で、両面もできたし、まあ、これはもうメンズに行くだけだな。はい、初チューン切って。もう何もないな。安冠された。チーピン安冠。パーピンがいらなくなった。シンドラは3ピン。2刺しとかになったら5%で泣けるかもね。はい。よろしくお願いします。はい。ドラ重なる。パーピン切る。まあ、トーン重なったらダブトーン。ドラドラ。これはもうトーンしかないかな。いや、普通にやっぱり2層引きめちゃくちゃ嬉しい。どうなんですかね。トン引きも嬉しいけど。まあちょっと、まあ俺は一応トンがいいかなと思いました。まあ2度受け、2度受けみたいな、なんか3度受けみたいになってるけど、2パスの。まあ結構トン切りたいかな。はい。まああとは M リーグだとね、結構自敗が出が悪いんで、見えてなくても山にあるとは限らない。ネット麻雀とかだと、みんながそれこそね、俺らやってる高速卓とかだと、孤立の厄介なんてみんなバンバン打ってくから、出てない厄介イコール山にある、もしくは2枚持ちだけど、まあ M リーグだと結構1枚持たれてること多いんで、同じ3枚、でも同じ3枚だけど、重なった瞬間のが全然違うよな。トン重なっても、まあそこからポンしないとどうしようもないけど、まあ2層引いたらその瞬間に、両面2面1三点でピンフドラドラで安価もあるしね。だからトンは重なってポンしないとダメだけど、2層は引いた瞬間めっちゃ嬉しいから、まあ一応俺はトン切りたかったけど、はい、じゃあ行きます。はい、イーソー切った。で、まあ、特に泣く範囲もない。ああ、これはでもトン切りたいな。普通に面前で行きたいかな。あ、これは切るか。これはよかった。あとはイーマン切る。あ、パーマンからか。まあ、もう、一応、順目深いしな。普通にチーマン引きで、イーシャンテンとか見たいかな。まあ、そんな感覚でした。はい。まあまあまあ、ちょっとね。はい。んで？なんでイーシャンテンか。まあ、イーマン切って、即リー手順でいいかな。ピンズもちょっと安いか。いや、しんど！何しとんこいつ、マジで。3層9万って、3枚受けもあるし、3層ドラだし。なんで、マジで。M リーグ被りすぎやろ、マジで、本当に。出た。いや、さっき誰か言ったからね。いや、しんどって言ってって言われたけど、でもね、ちょっとそうだ。俺の配信、何々言ってとか言われると、言わなくなっちゃうから、あんま言わないようにしてね。それこそ何しとんとか、あとなんだっけ？俺が言葉狩りされたやつ。リスナーに言葉狩りされたの。これこれか。あ、そうそう。俺が打ってる最中に、すごいいいとこ引いたら、これこれって言ってたんだけど、リスナーが先に言うから、なんか俺勇気起きなくなっちゃったから、あんまね、言、あのー、先に言わないようにしてください。麻雀の神もそうだし。はい。まあこれな、まあそれ、イーマン切って全部リーチでやろ、こんなもん。9万3層系あんのに。まあそうマジでこれ。見る気失せんな、これ。堀さんも結構最初良かったけどね。親でしょ。なんか。まあ、言い間切って即リーで。別にだってな、何引いたって、リーチドライチだって嬉しいしな。まあ、量形式？質問というか提案？いや、ちょっとごめん。真央さんさ、ちょっとさ、今そのあれじゃないし、ちょっと、まあ、ちょっと申し訳ない。いや、いいよ。一応コメントしといて、全然いいけど。はい、じゃあ行きます。チーテン取られたやつすぎます。まあ、チーテン、まあまあ、そうじゃそうだけどね。わかった。ちょっとね、あ、いいよいいよ。ちょっと一応コメントだけしといてもらってもいいけど。あ、いいよいいよ。コメントしといて、じゃあごめんごめん。
内容聞いてないからね。ごめんね。カム意識するな。意識する？そうそう、意識するんだよね、俺。はい、酸素キット。急走はつもぎり。ん？イーマンか急走の選択？下ちゃんの現物だから急走切るんか。イーマン残してね。9万引いたらめちゃ広くはなる。いや、でもそれイーマン切らねえ。てか、そもそもテンパイだし、9万引いたら。酸素あれば。酸素だから丸許せる。ああ、酸素がドラじゃなかったら。まあ、これが全くドラゼロだったら、まあいいかもしれんな。うん。高速度の大会、テクストテストで開こうとしています。いいんちょ？うん。はい。まあ、行きましょう。はい、ターツ選択か。まあ、ローピン、スーピンかな。下茶に対する安全度で、ローピン、スーピン行くか。はい。みんないつ頃時間あるんとかいう。あ、ここローマンなんだ。あ、ローマン今ね。あ、ピンズの方が安いし。あ、そうか、そうか。ここでローマン打った場合は、まあ、下茶にチーテンとかなったら、ローピン、スーピンの方がいいけど、まあ、こっちね。はいはい。本人来てほしい。うん、確かに。堀さんだったら来てくれんちゃう？普通に呼んだら。うん。そんな気がするわ。ナイスパワー。あ、ごめんごめん。うんだちゃんありがとう。あ、うんだちゃんありがとう。今日もね、対局ありがとう。ラスラされたけどね。高速タグでね、そういえばね。うん。なんかわけのわかんないし、なんか4曲でなんかひたすらツモツモされて、最後うんだちゃん上がってラスみたいな。あっけに取られたわ、あれ。ただ座ってたらラスったわ。座ってるだけでポイント取られて。はい、じゃあ行きましょう。はい、サーサーさんいらっしゃい。はい。で、ロースをつも、ロースはいらんかな、切るかな。ぬめこさんいらっしゃい。こんばんは。今シーズンの堀さんは、打敗謎、打敗多すぎる。うん、やっぱ最初のイメージって堀さんってさ、俺さ、今シーズンの渡辺さんみたいに、いや、あんま見るとこね、ない、全然ないないない。堀さんも本当うまいわって言ってた記憶あるんだよね。堀さんが出てきたとき。昨シーズンの1戦目とか2試合目。なんだけど、最近は結構ありますよね。はい、他の人もいらっしゃい。まあ、じゃあ行きましょう。人は変わっていくんだね。はい、ロウソク切る。チーされる。はい、まあまあ。酸素。何しとんこれ。ここでリーチでカウン、リーチドラドラカウンピンだろ。普通に。はい、まあ行きます。はい。あ、ヨシキさんとルークさんが相性悪い。ああ。まあ、そういうのあるよね。パワーピンはいらん。酸素ももうね、どうすんだよ、これ。あ、ここで降りていく。リーチドラさんのカウンピンがね、方南まで戻らん。いや、だから高速タグが実施されたらマジで俺鬼するから、うん、それが楽しみだけど、年末 G1 予想で忙しい。あ、堀さん競馬やるんだ。ええー、それは知らんかった。全然やるイメージないよね、あの人ね。あ、ツイートしてない。ありがとう。しとくか。せっかくだし。うん。わかった。じゃあちょっと1分待ってください。そうだね。堀さん、検討やります。そうだね。ツイートするか。基本俺が最近もうツイート全然しなくなっちゃったけど、今日はちょっとテンションも高いんで、堀さんの、やるしようか。はい、ありがとうございます。渋川に講釈垂れてる場合じゃない、この酸素裏面。堀さんと渋川さんは堀さんのが上っていうか、教える立場っていうか、そういう感じなんだ。はい、大輔さんありがとう。あ、グミさんもありがとう。また後で改めて。はい。お礼します。ありがとうございます。3色スタート。うん、ね、いいっすね、めっちゃ。はい、じゃあ行きます。あ、まあ、これ79と678の3色が両方もう見れてるっていうね。はい、じゃあ行きます。3層つも。うん、まあ、リアンピンしか切るもんない。行きつけの雀荘でカムラハウスが流れてます。どこや？今、田中さんがコメントした雀荘。なんて雀荘？名前言っていいよ。うん。ライブは流れてない。ライブ流れてたら叫ぼうかなと思って。雀荘なんたらの皆さん、見てますかって言おうとしたけど。はい、いきます。初キル。あ、いいね。これで、まあ、普通に3層切るし、切るしかないね。で、まあ、何テンパイしても3色受けれる。今日はオフです。今日はオフ。うん。防衛料取られた。本当だよ、これ。川 TT が取りにくい、本当に。うん、視聴料。はい。じゃ、よくも言ったけど、カムテツキョウ。いや、俺、そんなイメージないけどね。俺、マジで、麻雀、一番苦手です。自分の趣味の中で。うん。
麻雀に向いてる脳みそじゃないもん。麻雀ってめちゃくちゃ難しいんや、いろんなこと考えるの。人の手の、他人の手出し素潜りも見なきゃいけない。で、それこそリヤマだったらちょっと仕草とかも記憶したい。でもって自分の泣き判断とかもある。自分の手組みもあるってめちゃくちゃむずいしね、麻雀って。本当に。本当に俺麻雀得意とか強いとか思ったことない。毎回雀荘行くたびに、もう麻雀二度と打たねえって思うぐらい、毎回だ勝っても負けても打ちのめされる、メンタル。俺みたいなこんな下手くそが雀荘行っても、もう二度と行くのやめようみたいな。今日はたまたま勝ったけど、もうね、やめようやめようって思うな、いつも。腹立つこのハイパー。はい、じゃあ行きます。進めていきます。あ、ごめん、ちょっとね、ベラベラ他のこと喋って、いや、嘘つけ、マジマジマジ、そんな。嘘っぽかった、今の言い方。いや、これマジな、本当に。ちょっと確かにふざけてるっぽかったけど、本当に言ってる。毎回そう。特にリスナーと打って負けた時とか、本当いつもそう。そもそも麻雀向いてるっていう人の、いや、どうなんだろう。確かに麻雀難しいもん。はい、じゃあ行きます。前回のユイムツヤスがね。そういうことか。あ、じゃあ、ちょっとごめん。じゃあ、ちょっともう、トンバだけ行きますわ。もう10分経過してるんで。はい。まあ、あとはもうテンパるまで待つだけなんで、ちょっと普通にサクサクいっていこあ、てかこれごめん。3色絶対テンパるわけちゃうね。ごめん、なんか俺変なこと言ったわ。79のイシャンテンで6失敗受けれないわ。ローピン引いてもね。ごめん、ちょっとなんか変なこと言った。はい。ああ、だから、これ79で切れない。でも、ローワンドラだもんな。9ピン引きテンパイの場合は、ドラ出ててね、リアンハン確定するからいいんだけど、まあ、結局ドラ出てっちゃうんで、まあ、9万でいいかな。9万切って、まあ、普通にテンパイそくりでいいんじゃない？チーピン3万引いてもいいし。でも、堀さんの打ち方見てると、なんかチーピンとか切りそう。一応ね、チーピン切らないメリットは、9万切っちゃうと、ローマン引いた時に、使えなくなっちゃう。で、この形でチーピンつもぎっとくと、ローマン引いた時に2枚使い切って3万統一落としができるから、まあ一応メリットがないわけじゃない。ただまあリーチドラ1以上は確定してるし、まあローマンの盾とかね、まあそんな言うほど引かないんで、まあそんな感じでした。まあ堀さんはチーピン切ると思います、普通に。はい。まあこれは別にそんなに悪いとか言うわけじゃないです。さすがに俺レベルでもこの雀荘じゃ一番強いと思ってる。いいね、そういう自信ある人は。幸せだわ。俺ほんといつも鬱になって帰ってくるからな、麻雀ったら。バカ練習自分やと勘違いする。ああ、そういうことね。安全度で先打つ。ローキューピン3枚見え。安全度っていうか、9万切ると7、まあでもそうだよな。安全度。まあそうだね。前傾無筋。まあ堀さんは打つと思う。俺はローマン打ちますよ。もうリーチドラ1以上確保されてるんで、絶対に。リーチドラ1は絶対ある。だからこれが9万切ると、リーチのみとかなる可能性あったら別にいいけど、3色とかね。でもローマンドラなんで、もう9万切って全部そくり。ビサですか？だから、結局ね、こういうのも、例えばジャンゴロ警棒とかに、チーピン先切りとか、そういうのも別に期待値買わないって言うんだけど、結局それって出上がりが結構アップしてるからだと思うのね。普通のネットマージャンだと。ここでチーピン切ったらやっぱり最終的に6キューピンになった時に、今回だったら3ピンも切ってるし、両方とも出上がりが増すとか、そういうのがあるからいいんだけど、M リーグのマージャンって、そんなにアップしないから、別に切らんでもいいかなって感覚かな、俺は。ただまあ、チーピンに関しては全員無数字だし、逆に9万全員安牌だから、まあ、堀さんもマジで、もうこれは98%。ゼブラ保留。ゼブラ保留で、堀さんはチーピン切るけど、まあ、ローワンとかだから、使い切れるからね。ローワン引いたらね。絶対9万。でもまあ、堀さん絶対切るよ。はい。コウさんいらっしゃい。9万。まあ、絶対チーピン。チーピンでした。パーピンもまあ、切る。割れて外れる。最近は割れて外すよ。パーピンボンされる。キューピンチーで取らんか。チモチャの親が2フローで、ドラのローマンと、あと赤もあんま見えてないよね。でもまあ、そうね、ま、面前の打点はめちゃくちゃあるし、ドラも、さあ、泣かないです。はい、泣かないで。まあ、ローマン出てちゃうもんね。外れておうという感じ。そうそうそう。1500だし、ね。はい。積もられ。あ、親の白鳥さん連チャンして、赤赤か。
はい、まあこれも普通に行きます。赤赤あるんで。あ、いいね。はい、ペイ急走ととりあえず切っていく。うん、めっちゃいいな。まあもうほとんどもう形決まったような感じなんで。うん、リャンピン切る。うん、トン切る。なんかローマンとか切るかなと思ったけど、さすがにないか。さすがにローマン切らない。よかった。いや、切るんかい。切るんかい、一巡後に。まあ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 、まあ、一応3ピン引いても3色シャンテン取れる。うん、でまあまあ切らんよな。まあ切らんよな。一応白ポンすると白3色ドラ1のいいシャンテン取ることもできるんだ。3面別にね、ヤンウパーマンがもう1枚切れたらサブローピンとそんな変わんないし、まあ、一応白ポンしても白3色ドラドラのいいシャンテン取れるから、そっちでもいいよね、打点置いたいならね。変わったんだ、やっぱ。わかった。まあそんな感じ。ローマン切った。いや、ブレブレじゃなくね、一貫してコンパクトに打ってない？さっきのもさ、チーピン残して9万とか来てたら、あ、今回はコンパクトなんだけど、一貫して結構、こんな感じで打ってる気がするね。はい。まあ、じゃあそんな行きましょう。はい。まあ、あとは白ポンするかとか。うす。うん、これは残すか。でも、ローマン切ったんだろう？ウーピン金じゃない？ローマン切った人は。うん。まあな。はい。マットはまあ、もうちょっとこの順面なんで3ピンとか数層とかは仕掛けてほしいかなって感じかな。差し子の地位はもう渋いけど、まあ3ピンとか仕掛けやすいよな。数層仕掛けちゃうともう白がもう泣けないけど、まあ3ピンから仕掛けるとね、差し子プラス白でね、柔軟なんで、3ピンだけは結構仕掛けたいって感じでね。チュン切りたいですね。2ちゃいとか。1回戦もうやっちゃいましたか？いや、2回戦からやってる今。擁護すると、今日は謙虚な麻雀するって堀さんが言ってました。今日はとかねえから。素人じゃねえんだから。毎回自分の中で勝てる麻雀は一つだから、今日はどうしようかじゃねえんだよ。女の子の気分じゃねえから。はい、行きます。チュン切る。で、まあ、これは3層嘘ポンとかでも全ツかな。サブローピンチーから全ツっていうのはちょっとしんどいけど、まあ、別にそれでも3面あるし悪くないよな。3ピンチーしてハクハクで全ツ。でも悪くない。3ピンチーして3層切るとかさすがにそれはないけど。まあ、3ピンチーとか、まあ、リャンパーマンからチーして白白とかは、まあ、それはしたくないけど、まあ、結構何でも、ね、あるかなって感じですね。AM リーグ見て爆笑しました。あ、マジで。見てくれてありがとうございます、コウジさん。女心と堀の空。うまいこと言うね。リャン層残して白白？あれ？こんなんあった？あれ？俺これ見てないんだけど。普通にチュン切りたいよね。イーソでも3枚切れか。まあ、何も考えずにチュン切るでもいいよね。スーソーチーとかでタンヤオドラドラでとか見るけど。あ、リアソ、え、これなんでこんなあった。俺何してた、この時。多分まだ1分前とかだけど。俺この時何してたんだろう。喋ってたかな。弾き語りしてたか、この時。はい。赤塚不二夫ばりに言うて。いや、赤塚不二夫の麻雀知らんけど。はい。タイバさんいらっしゃい。水原さんおしとやかで麻雀打つと言っててめちゃくちゃ補充していました。 もうそれただの振りネタ。イソさん飛びね。打ち方不正であるという時点でおかしいんだよな。そうそうそう。はい、まあ行きましょう。で、下茶リーチ入って3卒もか。じゃあまあ、とりあえずチュン切った。上茶も仕掛け入って、あ、親の無筋の一品来てんだ。あ、ノーチャンスか。あ、ごめんごめん。一品は押してるわけじゃない。はい、ノーチャンスだった。で、ここで、パーピン引いて、ハクハクね。まあ、M リーグは結構先切りとかもあるし、まあ、いいっすね。はい、で、ここでいいシャンテンか。ああ、ここで、まあ、リャンウパーマン出るとおもろいな。それで全通してくれるのか。まあ、でもするでしょ。ザンクで4枚あったら。まあ、一応それだけか。リャンウパーマンが出て、チーテン取るかだけ。3層ウーソはそれはもう取るしかないから。それかな。本田さんとイチャイチャしました。誰が？インタビューで何かで。お疲れ様です。この曲、堀さんにはがっかりした。あ、本当。 はい、まあ、行きましょう。3層筋が通りそうか。筋になってるな。まあ、ただまあ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 、ちょっともう3列目なんで、まあ、まあ、ここでベタ折り。リャンマン出た。ああ、本当だ。この時何してた、俺。
何してたんだろうこれ、まだ。10秒前ぐらいだけど。弾き語りでもしてたか、今、これ。あ、これするか。まあ、ジャンク4枚ね。まあ、それは全部押していいんじゃない？うん。まあ、普通に当たるかもしんないけど。うん。まあまあまあ。まあ、これもだから、渡辺さんとかだったらもうチーしていくだろうね。こんなパーピンぐらい。うん。まあ、M リーガーって言われると、愚形ジャンクだから、スルーする人も結構いそうだけど、まあ、リーチに対して3層が筋だからね。トイメン上茶から3層出る可能性あるしね。はい。まあ、そんな感じ。まあ、確かに泣きたかったですね。パーピンは9秒前ですよ。うん。はい。じゃ、で、これスルーしたと。で、スルーしてベタ折り。はい。わかりました。まあ、確かにこの曲はいろいろありましたね。分岐点がね。ローマン切ったり、ウーピン切ったりね。はい。あ、ただ、ちょっと待って。イーシャンテンになったの？3層3層切ってる間にイーシャンテンになった。で、めっちゃ広いイーシャンテンか。あとは K 点取るかどうか。パーピン通った。パーピン通ったというか、上茶が押している、明確に。ただ、テンパれるかどうかだな。あ、積もられた。でかいな。さらに、白鳥さん連チャンで46,900点。なんか M リーグこういうの多いな。ザンク受けはボーダーぐらい。まあ、それは難しいけどね。打ち出す際の危険度とかね。まあ、ただ、ザンク4枚は、基本どんなリーチに行ったって、期待値マイナスはさすがにないから。まあ、両無筋とかね、ど真ん中だとまた変わるけどさ。はい、まあ、じゃあ行きましょう。でもなんかマジで M リーグ多いな。トンバで5万点近く行くやつ。毎回誰かが5万点ぐらい行ってるイメージあるわ。はい、じゃあ行きます。9層積もった。まあ、これもドラドラあるんで、まあ、普通に行くだけか。はい。がっかりするのは自分が理想とかね。うん、そりゃそうだね。まあまあまあ、ネタで言ってるだけだと思うけど。はい。8000、6000オールバンバン出すぎだよね。平均ドラに。うん。はい、じゃあ行きます。はい、ドラドラあるんで、普通に行く。何キル？もう、これもとりあえずは普通に。ドラさんね。はい、トンキル。はい。キューピン切る。はい。まあまあ、これも別にもう即流打つだけなんで。リーチする。マジか。一応、トイメンが完全に数ピンない。まあ、一応俺はそれだけプラスでもう、リーチ、ドラさん、リーチ打っちゃうな。何にもプラスの情報がないとちょっと嫌だけど、少なくてもトイメンは数ピン持ってない。っていう一つでもプラスがあると、俺は全部リーチ行きますね。で、リャム変化か。リャム変化って言ってもな、マンズ3467、ピンズリャンピン。3467、リャンピン5種類ね。平均7巡ぐらいかかる？まあ、数層縦とか他もあるから、まあ、平均7巡よりは早いけど、こんな感じか。はい、マンズの形以下外したい。マジか。外すなら 3？ 外すならどっちか。リャンピンが2枚切れてるってこと？まあまあまあ、確かに外すとしたら3ピン、ウーピンどっち切るかっていうと、まあ、こっちだと2ピンしかない。3ピン切るとローピンの3枚か。まあまあ、そう。まあ、ちょっとむずい話だな。今日も堀さんの歌はね、ちょっと動画、このトンバが終わった時に流す予定。応援歌は。はい、じゃあ行きましょう。はい、外すプロは多そうだよね、確かにね。よし、白鳥さんの第一打、いいピンが数ピン持ってて、ウーマン積もってほしい。ウーマン積もってどうすんのこれ。どういうこと？ウーマン積もってほしい？はい、いきます。それだけ引いて寝る。いいピン積も。これリーチすんだ。よかった。よかった。結局これでリーチしてくれるんだ。よかったわ。よかったよかった。引っ掛けになってるし、ドラさんでね。いや、うまいな。ウーピン切ったらね。そうか、俺が予想というか言えてなかったな。マンズ3467だけじゃなくて、リャンピンだけじゃなくて、イーピンも即流打てるんだ。引っ掛けになってる。リャンピンもちょっと馬強いし。そういうことか。まあ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 、関数ピンリーチ打たない人ね。関数ピンリーチ打たない人なんで、まあこれも打たないか。これ3巡目くらいだと外すのがいい。そうだね。そこまで早いとね。さすがに3巡目とかだと外すね。ただまあもう6巡目なんでね。振りがすごい。まあ。はい、自分も外す、マジで。いや、で、マンガンテープ外せないな。まあ、確かにマンズの形いいけどね。まあまあ。はい、結構引かないとき引かないんで、こんなもんはね。いや、最悪だな。即流打ってたら全然話変わったよな。もちろん結果論だけどな。即流打ってたら、トイメンもね、来てない可能性あるけど。これによってか、いろいろ変わったな。3ピン、何キル。
これで調光して3品だった。あ、ほんと。はい。はい、起動さんいらっしゃい。ああ、転売したか。うん、まあ、3品切るのは確定だけど、まあ、ドラゴあってハネマンだもんね。まあ、黙るわな。はい。うん、まあまあ。はい、ハネマンで上がった。はい、シャーチャードラ9ピン。これで一気に、白鳥さんとほとんど並んで、いきますか。トイメンがスワンコだった。あ、ほんと。俺はリーチ。いや、俺も黙るかな、これは。自分だったらどうか。ちょっと待って。ダマで跳ね回るもんね。数万が1枚しかないけど、まあまあ、ダマで。跳ね万以上とかは、結構まあ、ダマでいいと思います。はい。フリーチャリーツのは。うん、チップありだったら、リーチするけど。はい。じゃあそんな感じでした。トイメの手配？トイメの手配は、あ、そっか。イーソー急走待ちの、出上がってもめっちゃ高いか。はいはい。了解です。うん、結局ね、うん、まあ確かに結果論で言うと、そうかもしれんな。ただ、スーピンも2山は、あ、1山かと。まあいいや。はい、うん、現物待ちね。うん。うん、俺もまあ、ハネマンとかだったら黙る。長寿さんの言いそうだめ。わかった。あ、ちょっと待って。これね、メモっといて、一応後から見返す方式に変えたんで、ちょっとごめんね。東條さんの急ぎ止めね。最後にやります。なんか、花粉出てきたよね、絶対。なんか、花粉がマジで絶対あるわ、これ。東條さん、トン2曲3本場、イーソー止めね。はい、了解。はい、じゃあ行きます。はい、トン3曲、シャーチャドラ9ピン。花粉症なんか、去年くらいからなってしまったね。ダマバイマンリーチ。あー、タッキーね。うん、まあまあまあ、スワンコだし、いいんちゃう。はい、パーマ。まあ、普通に切りたいかな。なんか、普通の MMA になっちゃったね。堀さんも。なんかそこら辺にいる適当な、平凡な M リーガーになっちゃったな。こんなパーマン切りとかな。そんな手配、普通に組み立てるよな、こんなんな。あ、チップないのに、スワンコリッチいいね。いや、まあ、難しいな。あれはな。足止めもしたいし。まあ、パーマン先切り。第5三張りの先切り出た。9ピンは何？ 789 見て残すの、これ。虎だし。中級者のセット見てる。影響されるのかね。はい、イキューさん完備されるし。9ピン立て重なる。あ、これいいね。まあ、これはもういいピン切って。ちょっとトイメン警戒する？でも、ドラドラ。まあ、トイメン警戒だったらウーピン切るけど。まあ、別にそんな、これで本一テンパったって感じには捉えなくていいよね。切り順は総付きって、マンズ切って、ウーピンだけど、まあ、普通にいいピン切りたいかな。さすがにね。堀さん本当に強い。どうなんだろうね。マージャンすごい変わってるから。ああ、いいね。メンピンドラドラいいシャンテン。まあ、差し子以降とかあるんで、パーソー切りでいいかな。まあ、もう両面両面だから、数層切るってのも全然いいと思う、これは。また、トイメに対する危険度はそんな変わんないから、まあ、どっちなんですかね。まあ、全然数層でもいいと思います、これは。さすがに差し子。まあ、赤リマージャンだからね。赤ウソとかもね、超高い倍満とかなる可能性あるけど、パーソー切ればね。まあ、危険度は全然違うので、数層で問題ないと思います。数層だった。パーソー高すかすなり切る。はい。ああ、テンパった。はい、ウーピン来てリーチする。はい。はい、メンピンドラドラね。これ上がれた。マンツもしていく。首精度にビビってぬるいタイプ。いや、わからん、ちょっと。はい、トンラス、なんちゃドラ数万で、トップ目か。でもなんか、この打ち方されるとな、いよいよって感じだよな。これトップ目立っちゃうともう硬い打ち方しそうだし。はい。リアンソーツも、なんだろう。リアンマン切るかな。
数万ドラか。と、他、なんかないよな。リャンマン切ったらドラそばだし、パーソー切ったら6チッパ逃すから、まあ、これはとりあえず普通にシャウツか。で、ワンチャンイーソーとか打つ可能性あるけどな、これはな。あ、違う、これは違う。はい。これは普通だった。はい。あ、ここはもうリャンマンか。まあまあまあ、確かにこれは別にいいと思います。はい。はい、ウーマン切る。うん、これも絶対チーマン切るわな、こんなもん。3統一だもんな。4統一だったらまあ守備的にチートイとかあるけど、3統一だろう。しかもチートイ決め打ちだとしても、そんだったら前傾無筋のさ、前傾無筋のスーピンとかローソー切ったらいいんちゃう。ローピンって仮にも下茶の現物だし。うん、決めるとしてもまあ一応スーピンとか打てばまあ6チップは一応残ったりするんで、まあ俺は一応そうかな。ローピン切るんだったらもうとにかくみんなの現物残しながら切るかな。っていうかまあ、チートイ決めなくていいし。って感覚かな。大井さんがダイソーしてたか、これ。はい、じゃあ行きます。はい。開局席は、カンチャン落としを警戒。何開局席って。はい。ダブトンポンで、パス、でもこれさ、こんなんやったら、神茶何杯足らなくなんないか、これ。こっから抜いたら。この瞬間にもう神茶がダブトンね、ドラ1とか ダブトンドラドラとか転配してて、もう降りるって言うんだとしても、やっぱりもう、安杯切りたいな。こっから丁寧に降りちゃっても、ローピン切るってことは、まあその後リアンソーリアンソーとか切るってことよね。ちょっと一応まあ俺はそうかな。あ、降りた。あ、ありがとう、本田さん。うん、降り、まあそうだね。確かに降りたしかないか。こっからローピンは。こっからもう神茶に対して危険牌打たないって話か。でもローピン切るってことはその後リアンソーリアンソーとか切るんだよね。補充する可能性のある牌を一切切らない打ち方するってことね。どうなんだろうね。この瞬間に張ってたら、それはもう事故でいいよね。内側カンチャン落としたってこと？内側からカンチャン落としたからもう天牌の可能性があるってこと？まあちょっともう一回手出し入るまで攻めて。もう一回手出しとか、もう一回泣きが入るまでは、もう逆に神茶の安牌蓄えために、神茶に、そうだな、そんな感じでいこう。はい。これがジャンタマで中国人にスーピン宝珠1万2000とか言われたらマジでムカつく。まあ行きましょう。はい、じゃあ行きましょう。まあこれでじゃあもうベタ売りしたと。はい。ということはもう、チートエリアンシャンテも取らないわな。リアンソーリアンソーでいいの？これはパーソー打つんか？パーソーかリアンソーどっちですか？あ、ほんとだ。完全にか。でもこれマジで足らんくなんねえか、これ。まあいいや、見ていこう。もう、だからまあ、まあ、ベタ折りか。わかりました。はい。完全ベタ折りか。はい。これでダブトンのみか。はい。ダブトン、1000折るつもられ。はい。当時はさん、連チャンで。この手はいいな。はい。パーソーしかない。ん？パーワンでもいいか。まあでも一応本一あるからな。パーソーしかないか。うん。パーソー切る。はい。白切る。まあトップ目だしね。トン切るでいいかな。うん。まあ、役ドライチあるんでね。まあ、もう仕掛けていきたい。ああ、いいとこ引いた。ああ、これむずいな。ペンチャン落とすんちゃう？リャンピン切るな。うん。E ピンからか。E ピン切るならリャンピン切るわ。うん、3ピン引いて振り点とかいらん、こんな手。うん。もうなんかこれ、まあ、これあくまでまあ、切るなって分かったから言っただけだけど。うん。まあね、パワー1から引き付いて本一と、数層からのドラ受け見て、ペンチャン払いね。はい。うん、まあ、これは絶対もう。まあ、ここまでの打ち方見てると、もう間違いなくそうだなと思った。リアンピンから、だから3ピン引いて嬉しいかなんだけど、数層切りたいって人がいてもいいと思うよ。うん。結局これトップ目だからね。もう、ストレートにまっすぐ上がりに行くでも全然いいと思う。はい、ただ、まあ。リアンピンから切りたいかな、やっぱな。3ピン引いた時にめちゃくちゃ痛いって言うならいいけど、3ピン引いてもそんな痛くないな。
はい、じゃあ行きます。はい、両ピン、あ、E ピン切った。でも、あとは、まあ、うん、まあ、これで、通奏切るんじゃない？まあ、一応、ウーソーを見るかな。どっちだろうね。なんか、守備的意識あるんで、なんか、通奏切りそうだなと思ったけど、ドラ表示牌の。もう、本一がね、確定したから。通奏、うん。はい。まあ、これはもういいでしょう。うん。40目だから、E ピンからでも悪くない。まあ、別にそんな悪くはないけど、まあ、ちょっとこの手はね、やっぱ、通奏からの横と、あれがあるんで、3ピン引いて、なんか3ピン引いて、よっしゃ、振り点でも残すって言うんだとしたら、もう数層切りでよくねみたいな感覚になるな。うん。ここの E ピン外す段階でね。なんかこれはもうパーワンひっついて本一、数層ドラひっついてドラとか、かなりそっち見てるんで、3ピン引いたから振り点？いや、振り点なら1ピン残すわ、みたいな。なんかそんな感覚もないかな、これは。うん。もちろん普通のピン振ってとかだったら全然あるけどね。なんか面前手か。やっぱ、リーズもピン風ドラ1みたいな、そっち系だとあるな。それは残す完全に。でもこれちょっと本質とかドラがかなり強く見てるんで。まあ一応、確かに40目だから、そんな変わらんけど。まあ一応かも、まあ一応リアンピンが、自分なら切るかなって感じで。はい。で、E ピン切った。E ピン切ってる3ピン引いたら、リアンピン3ピン残す。うん、それ残すんちゃう。E ピンから切るってことは。まあだから、他にもだから理由つけると言ったら、皮が弱くなっちゃうとかね。まあでもこれちゃうしな。リアンピン、E ピンって切ると、一応、皮的には自分は、E ピン、リアンピンって切るよりも、手は良さそうって思われるけど、でも、それがちょっと影響すると思えないよな。うん、やっぱり E ピン切ったらもう3ピン引いて残すために、E ピンから切ったっていいんじゃない？うん。リアンピン縦はパーピンは切るから、いや、リアンピン縦でパーマン切るって3個があるってこと？いや、なんかちょっとこじつけな感じするな。まあ確かに堀さんがそれ言ったら、あ、みんなも、あ、縦か、みたいなね。3ピンじゃなくて縦なんだって、へーって言うかもしんないけど、うん、結構だからどうしたってレベルだな、それな。やっぱり E ピンとリアンピンじゃ危険度が違いすぎるから、うん。まあそんな感じで、8敗だしね。その辺はリアンピンが下ちゃんに食いたんで仕掛けられたらとか、そういうのもあるしさ。リアンピンから切るメリット上げ出したら、それも切りないし。うん。はい、どうも、りょうさん、YM さんいらっしゃい。あ、前回ありがとうね、スパチありがとう。この前佐々木さんの検討見た。ああ、動画ね。そうそうそう。前回リクエストありがとう。はい。強打しない堀さんは。あ、ほんと。そうそうそう。うん。はい、まあ行きましょう。はい。じゃあ E ピン切った。で、ローマン引いて、もう、スーソー切って、まあこれはもう形決まったんで、泣いても漫画あるしね。ただ出ないな、何も。圧も。何も出ないな。チーマンが2枚切れになっちゃった。そしてこのツモか。まあ、特別リアンマンが必要入ってわけじゃないんだけど、まあ、チーマンが2枚切れだからね、普通に変化見て、ペイ切りたいかな。はい。まあ、どうするんですかね。リアンマンつもぎる可能性もあるわな。うん、つもぎたか。まあまあ。まあ、一応俺はこれも残したいかなって感覚でした。はい。まあ、いいでしょう。まあ、順目も深いんでね、これはね。でもリーチ入った、リーチ入った。ああ、まあダメか。せっかくの手だったけどね。何も初も出ずに終わっちゃったな。ローソー立てか。だからといって粘れるかって話だよな。何が安全？まあ、何切る？もしくは、パーワン？二択でいいのか？他にあるなんか安全なの。ああ、ノーチャンス3万があるか。3万か。数万もか。数万か。本当だ、本当だ。トイメンに、シャボしか当たんない数万か。本当だね。3万だと、まあ一応、カン3万とシャボも一応ある。そうだ、確かに。数万か。すごいな、みんな。そんなすぐパッて出て。リアンマン残してリアンマン出たらポンするが、まあ一応俺はポンするかな。やっぱ、カンチーマン2枚切れが痛すぎるから、さすがにリアンマン残したらポンする。ローマンの乱ぜ。ローマンは普通に6球もあんちゃうの。下ちゃんの。ん？まあ、M リーガーでこれで6球まで追っかけるかって言われたらそれだけど、まあ一応下ちゃんの6球マンが一応普通にある以上、両面が。うん。やっぱ数万だと思う。うん。はい。じゃあ行きます。はい。じゃあ数万切る。うん。数万だ、ね、堀さんも。はい。まあいいでしょう。はい。あ、音か。はい。じゃあ、そんな感じでトンバ見てきました。なんか、堀さんもね、やっぱり
コンパクトに打つというか、特に、このダブトンポンした東條さんの、これか。うん。ん？あ、これじゃないよ、これじゃない。その前か。その前か。これか。やっぱこのパワーがかなり印象には残ってますね。まあ、ここでパーマン切るってことは、今後も、ちょっとタッキーとかヒサトみたいな、打ち方かな。あ、てか、なんで、俺ヒサトって言ったの？佐々木ヒサトさんって言ってんのに。うん。タッキーヒサト、あ、タッキーヒサトだからか。単発だとヒサトって言わないもんな。二人連なると俺、佐々木ヒサトさんって言わずに、ヒサトって言うんだ。うん。スーマンの次パーマン？スーマンの次なんだったかな？うん。このパーマンいつも怒ってません。どういうこと？うん。3倍マン回。撤退徹夜の試合。まあ一応まあこっからだから、パーマン切るってなると、滝沢さんとか佐々木久志さんみたいに。うん。なんか結構両面からの先切りが多いような麻雀になっちゃうのかな。まあそんなん言うとまあ結構、誰見ても同じかなってなるよな。うん。堀さんも結構やっぱ当初はネット麻雀とかの打ち方に近くて、基本まっすぐ行って、っていうシンプルな麻雀だったけど、まあ、こっから第一だ、パーマンって言うとな。うん。まあまあ。もちろんね、788なんでね、9枚引いて7889っていうね、連続形が活かせる形ではないんで、他の形はいいですよね。677とか、445とかだとね、そっから2メンツとか作りやすい形なんですけど、まあ788は、他のに比べると、まあ、切ってもそこまではって感じなんだけどね。はい。堀内さんは偉大。うん、そうだね。個人でマイナスしてるから。わかんない。ちょっとどうなんだろう。あ、ミクさん。白鳥さんも、堀さんも研究されてる、されるのを意識して打ち方を変えてる。研究されるのを意識して、ちょっとは先切りをするってことね。まあまあ、そうかもね。じゃあいいか。あ、こんばんは、どうも。まあ、レギュラーシーズンは足切りだけでされる。岡田さんがトップだの後だから、いつも以上に守備意識が高め。連帯ならチェーンポイントがプラス。了解です。わかりました。はい。じゃあそんな感じでね。岡田さん強い？まあ岡田さん結構俺もいいって言ってるしね。7位で先引っ掛けして、中折り期待できんから自慢してる。あ、ほんと。でも第一打だしな。まあまあそんな感じかな。研究してそれで具体的にどう対応する？まあ。はい。じゃあ、そんな感じで一旦動画終わっておきます。はい。どうもありがとうございました。あ、なんか小指ちっちゃいな。あ、ちょっとこれこっちがちっちゃかったのか今日。ごめんごめん。こうか。ちっちゃかったな。必要じゃない早め残す。いや、必要じゃない早め残したか。はい。じゃあそんな感じにします。はい。動画の人もありがとうございます。